高ちゃん島沖海戦とは1941年1月17日に起きた大海軍とフランス海軍の戦い。1940年11月23日、大フランス領インドシナ紛争が勃発した。大海軍は海防戦艦トンブリ、スリアユタヤなどを保有していた。一方、インドシナのフランス海軍は、軽巡洋艦、ラモットピケ、通報艦デューモンデュルビル、 アミラル・シャルネ、ツール、マルヌを有していた。1941年1月13日、フランス陸軍は海軍に対し攻勢の際の支援を要請。それを受けて1月15日にラモット・ピケは、サイゴンから、数報艦4隻は、カムラン湾から出撃した。フランス艦隊は1月16日に、タイランド湾に入った。この時両軍は、 航空隊による索敵を行っていた。タイ側はアメリカ製観測機 O2U を投入していたが結局見つからず、逆にフランス側は水上機ロアール130が対艦隊の動向を捉え位置をほぼ特定していた。フランスの偵察機は大海軍部隊がコーチャン島と去ったヒープの2カ所にいることを報告。フランス艦隊を率いるベレンジャーは コーチャン島の方を攻撃することを決めて、コーチャン島へ接近し、艦隊をラモット・ピケ、デュモン・デュールビルとアミラル・シャルネ、ツールとマルヌの3つに分けた。フランスの偵察機がコーチャン島で発見したのはスリアユタヤを機関とする第1戦隊であったが、フランス艦隊到着時には第3戦隊と交代しており、コーチャン島には 解剖戦艦トンブリ、水雷艇ソンクラ、チョンブリ、ライオン、キライフセツ艦、ノンサライ、漁業保護艇 Z アソックがいた。フランス海軍慶十二王艦、ラモットピケ1月17日朝、海戦は開始された。火力に劣る、水雷艇ソンクラが、フランス艦隊機関、ラモットピケにより撃沈され、炎上していた、水雷艇チョンブリ以下は、ツール、 マルヌにより他の水雷艇もろとも撃破される。機関トンブリも射距離12000メートルから20センチメートル手法による砲撃を開始したが、連動不足で、なかなか命中せず、逆に、フランス艦隊の集中砲火を浴び環境が炎上した。さらに、右玄側に浸水を起こした上、射撃式装置が燃えてしまったので、戦闘不能となり、撤退を開始したが、 火災を消化しきれず、同日16時40分に横転、格座。両艦スリアユタイアイカの第一戦隊が到着した。時には戦闘は終結しており、生存者を救助して撤退した。一方フランス艦隊は一隻の損失もなく、帰還を開始。対空軍が攻撃を行うも、最初トンブリを誤爆。その後、ラモット・ピケを攻撃するが、命中弾はなかった。 結局、策的や、砲撃の精度や、技量の差がそのまま勝利につながり、大海軍の技量不足を見せてしまい、フランス側の、ワンサイドゲームとなってしまった。通報官、アミラル・シャルネ、ありがとうございます。